よし、行くぞ。よし、調べよう。ここに我々の文明の記録を残しておきたい。我々は優れた知恵と技術を持ちながら滅びに直面した。教えによって目が曇り調和の道を外れ、我々は次第に慢心し腐敗していった。強く秩序を求めるのだ。我々は没落していったのだ。私は残った者たちを大いなる道へと導き、その先に平穏を見出せることを期待して。フォースの道を教えるんだ。マスターケスト、まずは肉体を鍛える。フォースで何なの？全員集まれ。マスターケスト、僕らは帝国に見つかるかも。
助けてマスターケースです。突入する。投降すれば若いのだけは殺さない。それでいい。ひざまずく。しては学んできたようだが、お前の才能は何度も失敗を繰り返し続けるその愚かな諦めの悪さだと思っていたが、ブラッカで俺を逃したのが間違いだ。利用しただけだ。陛下への献上品を手にする機会のために
つまらないパダワン一人を泳がせてみた。俺がホロクロンを諦めると思うか。それはないだろう。戦いには付き合ってやる。だがお前はここで幼いフォース感能者たちの運命を明け渡すことになる。お前の命もな。お前も言ったはずだ。俺は諦めない。この程度で効くものか。視野は鍛えてくれなかったのか。逃げてばかりか。ないで、別れたら危険だわ。ダメ、私は連中を引き離してからまた戻ってくる。子供たちをお願い、トリラ。フォースと共にあらんこと。マスター、行かないで。トリラ、目どうなるの。大丈夫よ、大丈夫。
撃つぞ。過去を見たんだ。あなたとトリラ、何があったのか。俺が間違ってた。俺は身勝手で愚かだった。どれだけのことか分かってなかった。ホロクロン奪われた場所は分からない。トリラがああなってしまったのは私の責任よ。そしてこれから彼女がすることは全て私の過ち。俺たちの過ちは過ぎたことだ。そして責任を果たすには次に何をするかが大切なんだ。あなたに教えられた。そうね、彼女の行き先はわかる。要塞がある、ジェダイの墓場、尋問官たちの本拠地、
拷問が行われてる。私はそこから逃げた。戻るとは思わなかったけど。今度は一人じゃない。友人が一緒だ。いいえ。ジェダイが一緒にいる。膝をついて。評議会に与えられた権利とフォースの意志にのっとり、カルケスです。立て、ジェダイの騎士。あなたは負けない。あなたもだ。